ああ、どうも。ああ、どうも。ああ、どうもどうもどうも。寒いね。まあ、今一番寒い時期ですから。ねえ、浩井さんも体中冷えるけど、お尻も冷えるよね、小太郎いくん。やー、この間、あまりの寒さにさ、うん。飲み屋に行くのに電熱のジャケット着ちゃったもんね。俺も、この前さ、普通バイクから降りると電熱やめてんの切ってんすよ。入れっぱなしだったいもや、入れっぱなしね、やっぱね、寒い日はいいね。ん。いいよね。いや、いい。いや、背中があったかいっていうのは、なんとも幸せな気分だよいね。や、俺ね、感動しちゃったよ。うん、そうなんですよ。案外仕事するよね。もう来年は買う、それ専用の。ああ、そういうことね。普段外出用いの。やー、外出用の電熱ね。あんまりこう、ワークなやつじゃないやつね。なるほど。ちょっとメール読みますね。はい。こんにちは。先日一杯飲んでベッドの中で、夜な夜な池袋交差点を聞きながら、一日の疲れを癒しておりましたら、はい。幸太郎さんが肛門科のドクターのように、久さんと痔について語っておられたのが、面白すぎて睡眠どころじゃなかったので、思なわるずほ寝坊ど。してしまいました。目が覚めちゃった。僕も数年前に大脱走されまして、幸太郎さんの気持ちがよくわかります。俺は大脱走してねえぞ、バカ野もう大脱走ものになってる、ことが。郎。僕のは軽度で、日帰り手術で完治まで3週間でしたが、ああ、いいね。ほぼ同時期に広島モッツシーンのレジェンド DJ の方も大規模な大脱走があったらしく、かなり大変な手術をされてました。孝太郎さんも大脱走経験者とのことで、我々モッツは大脱走されがちという解釈で落ち着きました。だから大脱走されてねえっつ 勝手にされ勝手に大まあ、脱走も、みんなスティーブ・マックイーンにすんじゃねえって話まあ、されてるぐらい詳しいからね。よね。まあね。コロナ禍の中で当時武道館ライブ前ということもあり、はい。久さんと直接映画や音楽、モッツの話ができなかったのはとても残念でしたが、なるほど。池袋ロサで上映後に監督と登壇してくださるとのことで、はとい。ても嬉しく、羨ましく思っております。なるほど。モッツは大脱走されがちですので、久さんもお出しになさってください。ああ、そうだよね。ほんと、2一言月18じゃない。日、よろしくお願いします。なるほど。映画、犬子たちで売ったジャッキーより、カプチーノのトミーのお友達です。出てた方ね。役忘れちゃいましがたなんだっけ、次ね。男、次男。次男ですね。次男も大脱走だって、小太郎あ、こいつも、君。大脱走。出てそう。大脱走。でも日帰りだって。日帰りね。日帰り大で脱も、走だったらまだいいよね。いや、でもね、俺のね、知り合いでね、結構ひどい大脱走だったんだけど、日帰りした人がいるんですよ。ひどい大脱走でも日帰りできんの？それはね、その手術専門の医者っていうか、医者じゃないのかな。そういう、いるんですよ、いるんだね、とにかく。幻の男が。ま、ちょっと待って、心霊手術みたい いなやいや、そういう感じ、そういう感じ、テそクういうノロ感じ。ジー。それで、いいですよ、来たらうめえっつって。なるほど、なるほど、なるほど。それイメージでしょ、お前、それ。いや、本当、本当、本当、それ、ちょっと聞いたの。じゃあ、ちょっと決断して、こっち、壁にこうやって、手ついて、っつって。でね、ちょっと熱いよ、っつって。熱いよっつった。筒状の火にかけたやつを、ダイナソンのところにギュッと刺すんだ。うわー、焼くの？で、ギャーって声が悲鳴出だとしともて、に。ギャーって、もうそれが、まあ、10秒かなんか分かんない、忘れちゃったけど、当てて焼いそれて。で、OK。それで終わり。治っちゃうんだって。本当？だからそんな、だから本当に心霊手術的なさ。すごいね。でもまあ、理には放ってるじゃん、でもそれ焼いちまあ、ゃっそれてはそうさ。だよね。大脱走の道を焼いちゃうってことだよね。そうですね。火炎こ放れは射器。ね、僕のボクシングの、まあ、何人かのトレーナーのうちの一人の話ですよ。マジか。で、な、治ったの？治ったんですよ。うわー、すげえ。保険は適用してないだろうな。そういうだやりから、方があるんだ。だから多分それは本当に、そういう幻の人だからさ。でも幻あるかもね。だって小太郎君さ、昔骨折ったって言ったらさ、柔道とかをさ、習ってる人がさ、整体師ですよ。整体師ってほら、別に普通だったら外科に行くじゃない。じゃなくて、そういうところじゃないところで治してる人いっぱいだもんね。今だってあるよ、それは。今だってあるのか。柔道整体はあるから。柔道整体ってあるんだ。あ俺ちょっるとよ。ほら、そっち側じゃなくて、俺サイエンティストが大好きだからさ、外科に行くけど、
友達とかさ骨折ったって言ってさそういうところで治す人がいたもん。だって俺子供の時だってさ、うん、あの俺風邪ひいて病院行ったらさ、うん、いつも奥さんが俺のこと見てくれるんだけど先生の、はい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 、その時はおじさんだったんだよ、うん、風邪ひいて言ってるのにずっと手のつぼしてんだよ俺のおじさんが、うん、その人は医者じゃないの。医者なんだよ。でもつぼで治るっつって。ああなるほど、つぼでね。俺は薬ちょうだいよと思ってんだけど、ケミカルで行きたいのにずっとつぼ押されたの。そうで治ったの。治るわけないじゃん。治んないよね、そりゃそうだよ。時間かかるだろうな。で血行良くして治せみたいな、うん、まあまあそれもでも一つ当たってるっちゃ当たってるんだけどな、ね、そうね、遠回りだよね、うん、俺気長に生きらんないんだそれでも。いやそうだよね、うん、そうだ、うん、手のツボをしながらさ風邪治せないもんね、うん、そうそう。俺はタミフルって男でしょ、うん、だから速攻行かなきゃダメでしょ、うん、タミフルこうちゃんだから。そうだよね、うん、加藤さん小太郎さんどうも。どうも。早速ですが新商品発売情報です。はい、昨年末に小太郎さんが広島で食された、うん、力の中華そば、うん、デニア味がカップ麺になりました。おお。1月17日から全国のローソンで発売。おお。されてるね。マジかよ。食べ終わるまで丼を一度もテーブルに置かなかったほど好きな味とおっしゃっていたので、うん、発売されたらぜひ試してみてください。なるほど、そしてその味を忘れないうちにまた広島にも来てください。加藤さんにも会いたいです。動員数の伸び悩みは何とかします。キルバサさん何とかしてもらおう。1月17日からもう売ってるね。もう売ってるだもんね。全国で売ってるのかなこれ。全国って書いてあるねローソンで。ああこれは今日早速買ってきます。チェックですねそれは。もちろん買ってきますよ今日。そんなに美味しいんだ。まあ俺はああいうの好きなのよ、あのあれタイプの味が。なるほどね。うん。いい情報でしたね。まあこういうコラボであんまりうまくいってるものってのもないけどね。まあでも調査してきてよこれ。ただまあ。なんとなくカップで再現はしやすいとは思うな、このタイプ。あ、そうなんだ。うん。なるほど。もう好きだったな、俺、これ。力。うん。すっげえなんのね、いっぱいね。へぇー、そうやっぱり。今まで全然気がつかなかったけど、やっぱり、土地のもんといると、やっぱり、わかるね。ああ、そうだろうね。お店すごい多いの。なるほど。で、しかも、うどん屋なんだよ。ああ、そうなの。でも、俺が行ったとこはラーメンしかないんだよ。へぇー。リーダー小太郎さん、こんばんは。どうも。彼氏が家に泊まるときは必ず池24を流します。ほう。彼は時々受けてます。受けてるんだ。うん。ピーと呼べるんでしょうか。ピーと呼べるのか。前に洗濯物を干してたら、うん、マンションの鍵が内側からかかってしまい、うん、ベランダに閉じ込められました。はあ。助けを求めたら同じ階の女の人が気づいてくれ、うん、管理人さんに助けてもらいました。おー、いいね、よかった。真夏の昼までもう少しで知るところでした。うん。リーダーと小田さんはどっかに閉じ込められたことはありますか。うん。チココさん、小田くんないの閉じ込められたこと。ないね。冷蔵庫の中とか。ないね。ないんだ。うん。俺逆にほらこのポッドキャストでも言ったけどさ、閉じ込められたっていうよりは、うん、中に入れなかった事件あった。あ、ライブ中ね。ライブ中ね、締め出されたやつね。そう、大分で。はいはいはい。あのお着替えタイム中にあんまり暑いんでちょっと裸になって涼もうと思って外に出たらオートロックで、うん、中入れなくなっちゃってインターホンで、はいはい、あの事務所につながるからインターホン押して、うん、コレクターズなんですけどって言ったら今やってますよって言われてなかなか入れてもらえなくてもうギリギリ入ったっていうさ、うんうん、まあ、その事件もあるし、小田君ね、俺ねフロムエーでバイトしてる時にね、うん、歌舞伎町っていろんな店あるじゃん、危ない店も。なるね。で、そこでさ、うん、掲載広告料をさ、払ってくれない店あるんですよ。はい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 。で、そこにさ、集金行けって言われて、うん、行ったのよ、うん。行ったらさ、ないの一点張りなんだよね。うん、まず乗せてないぐらいの調子言われて、うん。で、それがさ、エレベーターで行って3階、4階ぐらいの店だったの。うん、そして、何度もしつこく言ってたらさ、お前は帰れもうみたいな感じになって怒ってる向こうが、うん、で俺もフロムウェイの事務所に電話して、うん、あのちょっと払ってもらえない感じなんですけどつったら、じゃあまた改めて出直せばいいから帰ってこいみたいになって、うん、俺でエレベーター乗ったのよ、うん、でそのエバってるやつがボタン押してくれたんだけど、うん、分かんないんだけどエレベーター途中で止められたんだよね。多分3階と4階の間ぐらいで止められて、うん、でそのお兄ちゃん3階かなんかで
降りて待ってたんだよね、うん、で5分ぐらい止めて、うん、ガーってまた動いたの、うん、で次の階で待っててガーって開くじゃん、うん、でなんつったと俺にそのお兄さんが、うん、怖かったっつったのでも歌舞伎町絶対集金行かないと思ったもん。へえ。あるあるでしょ小太郎君歌舞伎町。まあわかるけどね。うん。あれびっくったよマジで。止められちゃってさ。そんなことがありましたよ。へえ。閉じ込められはないな。弊社恐怖症じゃないんだ。弊社は大好き症だね。あ大好き症のあそうは、うん。そういうなんか押し入れに入りたがる子だよね。そう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 。高所はダメだけど弊社は、OK。ダメだ。高所ダメ。なるほど。弊社も大好き症ですよ。そうか。うん、じゃあ大丈夫じゃん。大丈夫。MRI も受けれるよ。大丈夫。うん。リーダー小太郎さん、明けましておめでとうございます。どうも。昨年、フルフェイスの購入の相談をした P ネーム SR さんさんです。おお。何分地方に住んでいるため、なかなかヘルメットのフィッティングに行けなく、うん、機会を伺っていたところにコレクターズのクワトロマンスリーライブが公表され、チケットも入手。なるほど。フィッティングも12時からと、ライブにも余裕がある時間に予約が取れました。おー、フィッティングしたんだ。省エイのショールームが、うん、昨年小太郎さんがソロバンドライブを行った神田明神の裏にあり、懐かしいと思いました。おー、なるほどね。私もここでフィッティングして買ったんですよ。あ、そうなんだ、同じ場所。同級生がいるから、ほら。あー、言ってたね。うん。フィッティングしてもらったところ、床屋さんにもよく言われますが、うん、典型的なアジア人の頭で蜂が出てると言われ。あー、なるほど。そうなんだよね。この蜂がさ、帽子をこうね。うん、そうだね、うん。ちょっと欧米人と違うからね。そうなのよ。でやはりリーダーの言うようにヘルメットは日本メーカーが良いと思います。そうなの、そうなの。孝太郎さんと同じグラムスターを購入しようと思いましたが、うん、ネットで売り切れになっている限定モデルに目が行き、うん、スタッフに聞いたところ、サイズの在庫もあるとのことでした。ほう。小太郎さんに同じものを買った方がいいよとのアドバイスも受けましたが、うん、フルフェイスなら派手な柄物もいいよねという意見もあったので、うん、迷いましたが限定モデルを選択購入したんだ。上昇気分でライブに行き、リーダーがみんなにお年玉があるよと言った時に、うん、低めのマイクスタンドが登場、うん、まさかと思ったところに藤井直之さん登場、うん、ライブで直之さんの本付きで聴きたいと思っていたあの曲がまさか聴けるとは思ってませんでした。そうだよね。そしてアンコールはバーンで始まってからの世界を止めて、うん、ツアーファイナルを彷彿させるセットリストと大興奮でした。なるほど。昨年応募するのを忘れていたジューシーマーマレードの告知ポスターも入手、なぜか嬉しそうにしているオピス高橋さんが、うん、小太郎さんのご子息健太君と一緒にいたので、うん、記念撮影も撮らせてもらいましたと。なるほど。ライブお年玉スペシャルゲスト告知ポスター健太君オピスさんとの記念撮影、うんうん、限定モデルのヘルメットと最高なマンスリーライブでした。なるほどね、うん、あまりにも気分が良く、うん、思い出横丁で調子に乗ってハブ酒を飲んでグデグデになってしまいましたやりすぎだ、うん、2月3月マンスリーも楽しみにしてますと。なるほど。おー、すげえなこれ限定モデルいいじゃん。あの虎が書いてあるやつだよね。いいじゃんね。うん、これ目立つね。うん。グラムスターなんだねこれね。ね。しかも虎になんか猫が喧嘩売ってるっていうね。なんかね、いいね。いい写真じゃないこれ。いい写真じゃんこれ。これ写真館だな。うん、これ写真館入れときましょう。猫が非常に好みの。ね、いい感じ。うん。このいい写真館。チーターだねきっとこれ。チーターか。うん。チーターってヘルメットに書いてあるね。あ、本当だ。虎じゃないね。まあ、チーターあったらチーターだもんね。まあそれはそうだね。俺ら的にはね。確かに確かに。そっちじゃないか。いや俺らはチーターって言われたら絶対そっちに感じちゃうよ。もう水前寺清子だねもうね。世代的にさ絶対そうでしょ。ありがとうだから。ありがとうとかさ。そうありがとうよいしょって感じだよね。木曜夜8時だっけ。やってたよね。多分そんなもんだろう。うん。石坂浩二さん出てたよね。出てたね平ちゃん。平ちゃん。あとあれだよね、あのなんだっけ坂田直美と坂田直美あ、出た出た、うん、石坂浩二平ちゃんって呼んでんのもう孝太郎君とさ巨泉さんは亡くなったのかも。浅岡瑠璃子ぐらいじゃない。それあ、瑠璃子ね、うん、見てたなあのシリーズねえ、人気あったよね。あれ橋田壽賀子。そう、多分あれってさ、肝っ玉母さんのラインなのかな。だと思う。同じラインだと思うよ。だと思うよ。キモッタマ母さんってタイトルがもう。タイトルがもうね、本当だよね。数字取れるもんねこれ。本当。もうドテライやつとかね。
ね、いいタイトルあったよね。あとあれがね、いいタイトル、細腕繁盛記だね。あ、細腕繁盛記あったね。いい、あったあった。いいタイトルだよ、キーハンター。そうだね。しかしいいメット買ってよかったね、これね。よかったよね、うん、やっぱりヘルメットと靴は日本製がいいよね、うん、フルフェイスやっぱかっこいいね、うん、いいよ、うん、あの寒くないしね、うん、へえ、いいな。でここであれなんだよね、小田君ね、あのベルのヘルメットとか買っちゃうと頭が痛くなっちゃうんだよね。もうダメダメダメ、ね、もう欧米人の 1時間で、うん、ね、縦長の。まあ運よくそういう頭に生まれてる人はいいけどね。そうなんだよ、いけるかなと思ってさ、ちょっときついけど買ってみようなんて言ったら、ね、靴と頭はダメよ。そうなの、頭痛くなっちゃうからさ。そう、靴もね、メットもさ、ちょっとさ、かぶると緩くなるじゃん、うん、そうなのよ、あれが難しいんだよね。そうなんだよ、俺のジェットも前に降りてくんだよね。そうでしょ、うん、あれが難しいんだよね。そうなんだよ、かといって嫌じゃん、きついの。そうだ、だからもう2ヶ月後を予想して買わないといけないからさ。そう、でもね、ついついね、安全牌ってそうなんだよね、いっちゃうんだよね。メット結構緩くなんだよな。そう、だからそういう意味だとフルフェイスとかさ、楽で降りてこない、降りないからね、ジェットが来るんですよ。うん、わかる、前に下がっちゃうもんね。そうそうそう、うん、そうか、フルフェイスか。皆様どうも、関東在住伊上と申します。先日のクアトロマンスに行きました。これは県内声援というパワーワード、藤井直樹さん ご本人登場など書きたいことは山ほどありますが、割愛し終演後の話を、はい、パレードを追いかけたのブラスアレンジを長谷川さんにと話していた回で、うん、あのここにいるで俺ちんたおの長谷川ちゃんかと胸ワクワクしたんですがメロディーの良さが引き立ちまくるノスタルジー仕上げになり、うん、目頭が熱くなる始末、はい、痛く感動しました。なるほど、かかるタイミングも絶妙で、さすが私こうだろうって、これ俺やってないやつです。制作裏話をぜひ聞きたいです、はい、音源も欲しいです、はい、とのことですね。なるほど、あの実はこの前あのクワトロの終演後の BGM にその長谷川さんがアレンジしてくれたパレードを追いかけてのブラスバンドアレンジを流したんですよ、はいはい、であれはあの長谷川さんがね、うん、手引きでブラスバンドの音、いわゆるトランペットとかのサンプリングで作ってくれたんですよ、うん、でそれをちょっと流してましてね、はいはい、で今やってるのはやっぱキーボードとほら生で吹くのって違うじゃない。まあそりゃそうだ。結構息が続かないとかさ、うんうん、だからキーボードだったらやれるけど生の楽器だとここまでできませんよっていうのをジャッジしてもらって、うん、でそれを各パート譜に落とし込んでもらって、うんうんうん、お金かかりそうな話だよねこれ、小田君ね。そうだね、うん、でそれをね、うん、吹きたいっていう皆さんにタダであげようっていう、はい、はい、そういう企画ですよ。まあいいじゃないですかね。うん、うん、ただお金かかるんですよ、小太郎さん。なるほどね。でもあのやりたいという人はどんどん参加っていうか、やりたいって EK24 にメールください。パレード追いかけてブラバンフ希望。おお。加藤さん、小太郎さん、そして長谷川さん。長谷川さん。スタッフの方々、ダビンチオペラを吹かせていただいた娘の母、あずままです。なるほど。この度はブラスバンドのアレンジ、うん、譜面作成、音源作成、企画、ありがとうございます。はい。ぜひぜひ譜面をお送りいただきたいです。娘はダビンチオペラの時は公立中学の3年生吹奏楽部の部長でしたが、部長、現在は私立高校の2年生、高校中退じゃねえや、高校中途入学組で、うん、発言権が弱いのと来年はまた受験生になるため、うん、学校の吹奏楽部で演奏できるかは不明ですが、うん、ファンの方々の有志を募るなどして、うん、演奏させていただきたいと思います。なるほど、ワクワクが止まりません、うん、どうか体調にはくれぐれもお気をつけください。なるほど、ね、そうか、ダヴィンチオペラをやってくれた時はブラスバンド部の部長さんだったから案外できたんだ。なるほど、権限持つんだから、もう岸田さんと一緒だったんだ。そういうことですね、うん、とか今立憲民主党ぐらいに落ちたと。まあ今岸田さんかもしれないけど、まあ、菅が現れたんだね、うん、なるほど、なるほど、今岸田下ろし的な感じだね、下ろし的なね、うん、まあとは言わないけど、まあ融資を募ってもやってくれるっていうんだったら嬉しいよね。そうだね、共産党的な感じだろうね、うん、で共闘を組んでやるってことかい、うん、いやでもなんか
ヤマハ音楽スクールとかに通ってる有志とかでもやってほしい感じだよね。いいね、ぜひぜひね。そういうなんか、うん、ブラスバンド部っていうんじゃなくてもね。そうだね、うん、で譜面の方もね、うん、今月来月中ぐらいには仕上がりますんで。長谷川ちゃん、うん、長谷川ちゃんもうこれ聞いてるのとかずっと見守ってるんですよ、長谷川さんが。ね、あの関西でさやりたいって言ったらさ長谷川さんに言ってもらおうよ。ああ、式ね。うん、式。そうだね。だって長谷川さんさ、あのヒアトゥデイのさ、オーバーチェアの時さ、式してくれたじゃん、うん、そうだよ、うん、長谷川ちゃんの式も慶太郎の式も見たことあるよ俺。でしょ、うん、だ式には慣れてんだよ長谷川さん。じゃあちょっと後でメールしとこう。俺も式やりたいよ。だからやってよ、うん、だってやるんでしょ。だって言ってたじゃん、豊島区、板橋区、練馬区、北区、北区、うん、はやるよ。杉並はやんない。やんない、うん、あと深谷やるんでしょ。深谷やる、うん、じゃあそこの行田もやる。行田もやるんだ、うん、なんで熊谷飛ばすんだよ熊谷はリーダーやったらいいよ。そうだね、うん、もう深谷はほら結構俺深谷のフェイスになってるからもう。あ、そうだよね、うん、やった方がいいよ。そしてね、みんなのなんかやってくれたさ、うん、画像をさ公式でさ YouTube に上げてあげようよ、うん、あ、いいね、うん、式練習しないとな。うん、そうだ、長谷川さんそれさ習った方がいいよ。いやでも式はやっぱりさ、でもやっぱなんつうの、ムードハートだから、ハート、ハートだからね、うん、そうそうそう、盛り上がってる感じで向こうも盛り上がるみたいなね。そうそうそう、そうだよね、盛り上がるって勢いよくいけばいいってだけ。そうそう、我々レベルはそんなもんしかできないよ。でもね、長谷川さんあの時にね、ピアツでのおばあちゃんやってる時にね、誰かに何か言われてたよ、うん、あ、そうプレイヤーでうるさいやつがいるんだよ。だから、あ、いるね、うん、ここは強く吹いていいんですかみたいなさ、うん、いるでしょ一人や二人。わかるわかる、うん、というわけでシャクシャクと進んでますよブラスバンド生活。そうか、はい、そういえばさ小太郎君さ、うん、話は変わるけど俺たちがほらサブスクでさ、うん、お金なんねえだなんだって言ってたじゃん、うん、でいろいろ思ったんだけどさ、うん、このポッドキャストちょっと聞いてね、うん、この前非公認を覗いたんですよ。はい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 、非公認こそさ、うん、もうほんと金にもなんねえ仕事をずっとやってくれてるなと思ってさ。まあそうだね、これはまあどっかで感謝状と高崎のラスクでも送んなきゃダメだなと思って。浜の P です。うん、1月11日の回で年末に小太郎さんと横浜の野毛で写真を撮ってもらった際のメールは読まれ、お、それが番組2023年一発目のメール紹介だったので感無量です、うん、ところでお二人は池袋交差点24時目次というツイッターアカウントをご存知でしょうか。へえ、そんなのあんの。ね、このアカウントのトップ画面にある虫眼鏡マークに、うん、適当なキーワードを入力すると、うん、関係する該当会がすぐ導き出せるのですと。へえ、そうなんだ。サマーブリーズ、ホノルルゾンビストリートなどのヒット会は、うん、YouTube で検索すればタイトルが検索に引っかかりすぐ再生できますが、うん、僕は小太郎さんのセブンイレブンバイト時代のミドルのエピソードが好きで、はあ、どうしてもまた聞きたく、適当な回を再生するものの、これも違う、これも違うと、何年もたどり着けずにいましたと。難しいね。ところがこちらのアカウントでミドルというキーワードを検索するだけで、うん、シーズン133は史上最悪のツーリングの回だと判明し、17分30秒のところでミドルの再開を果たしましたと。これってオフィシャルの方が運営しているのでしょうか。もし一般の方が運営されているなら、非公認の方と並ぶ都庁長賞レベルだと思います。なるほど、ね、ありがとうございます。PS 宣言通りコレクトロ入会しました、うん。次は何をすればいいでしょうか。東方伸びしろマックスです。次は何をすればいいって、それはもうすべてのボックスセットを買ってだよね。まあそうだね、うん。新しいボックスから買ってもらいたいですね。そうそうそう。で、できるだけライブに足を運んでほしいってことだけだよね。うん、そうですね。うん、それでもすごいね。いや、いいね、すごいすごい。だから、なんか、聞きたい回がね、もう一回聞きたいとか思った時には、うん。なんか入れればいいんでしょ、うん、うん。別に公式でやってるわけじゃないからね。いや、だからさ、非公認ってるんで。そう、だから非公認の人も偉いし、みんなそういうのに支えられてるね、俺たち。ああ、でもありがたいね、それ、ちょっとでも。ありがたいよ。池袋こさで24時はい、コレクターズ、重心ママレード、出ております。はい。クワトロマンスリーもスタートしてます。来てます。よろしくどうぞ。はい。でね、大阪の方はね、4月、7月、10月と、決まったので、なるほど。チェックして、ぜひおいでください。はい、頑張りましょう。
リーダーはあさって3日から配信される銀次さん、伊藤銀次さんの番組だね。はい。ポップファイルリターンズにゲスト、2回目は来週2月10日。そうです。そして2月18日にあれ池袋シネマロッサインディーフィルムショープレイバックに選ばれた映画犬の頃たちの歌のトークゲストで登壇。そうです、行きます。そして私はスピークイージークアトロ広島編が配信中ですね。おお。そして3月25日に小西くんの主催のイベントに出演します、うん、おお。はい、小太郎くん、小西くんと仲いいよね。そうだ ね、 なんかね、俺がこんな絶縁状態なのに本当になんかそういうと世当たり上手だよね俺も敵ばっかしかいないもんね。いや別に小西くんでも俺映画館で会うぐらいだよ。ああ、いやでもそれでも、いやそういうイベント呼んでくれるじゃん。まあね、あだって俺声かけてもらったこともないもん。あ、そう、うん。そして私またバースデーツアーやります。はい。全国のコミュニティ FM で放送中のラジオ版一部の局の上で毎週木曜日24時から、うん、秋田は、翌日金曜日朝10時にも再放送、広島の三原さん土曜日午後3時から再放送。なるほど、よろしくです。このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信しております。写真館もそちらにあります。あります。ドーナツ12号コレクターズ特集号が、まだありますねまだあるんですねやめなさいって、はい、まだある、はい、まだあるんですね。はい、なるほど。このポッドキャストは YouTube で全ての配信が聞けます。チャンネル登録してください。はい。 pmail 袋24@gmail.com こちらにてお待ちしております。待ってます。バスロイヤーステッカー送ってますので、ステッカー希望の方は、はい、必ず郵便番号住所お名前を書いてください。お願いします。それではまた来週お会いしましょう。 Do the download Do the download